こんにちは、ライブ配信を YouTube ですると思ってなかなかうまくいってなかったんですけど、まとめたのでまさあき篠崎さん来ていただいてありがとうございます。はい、皆様、あ、畠山さんありがとうございます。ちょっとですね、こちらバズらせようと思いまして、解説をNHK をぶっ壊すの市松さんみたいにちょっと丁寧に書いてみました。皆さん見ていただけるでしょうか。で、楽園に向かってアクション。ダメかな。なんかこう NHK をぶっ壊す的な自分のなんかこうアクションを作りたいな。楽園はね、待ってても来ませんからね。楽園に向かって、行動する人が救われるっていう感じで、みんなと一緒に救われたいっていうことで、今日も、楽園に向かってアクション行ってみましょう。はい。で、今日のテーマはですね、なんで、ロスジェネにベーシックインカムが必要かということなんですね。で、こちらですね、反射があるかな？大丈夫ですか？見えますか？顔が暗いですね。これ、でも、大丈夫かな？はい、ですね。やっぱりこういう感じにしたら、ああ、難しい。ライトが、ま、動かしながらやればいいですね。はい。で、行ってみたいと思います。内閣が就職氷河期世代の支援予算を出しました。で、こちらがですね、1344億円、今その予算が計上されています。で、私はですね、2008年、2009年に、その名もロスジェネというね、雑誌の立ち上げの編集員として、参加していたんですけれども、このように具体的に、就職氷河期世代が注目されるっていうのは大変、今、斉藤さんありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。就職氷河期世代がこのように注目されるというのは今までなかなかあるようでなかったことなので、このチャンスをですね、ぜひ皆さん、生かして、一人一人の人生にねプラスに反映させたいなというふうに思っています。で、この資料をですね、先日、就職氷河期のこの、対策支援室というのが内閣官房直々にできました。できたのは7月30日にできました。できたてほやほやだったんですね。で、なぜ行ったかというとね、読売新聞でその記事を見たからなんですけれども、ちょうど内閣府に、被災者にベーシックインカムをということを請願しに行ってた時にですね、ロスジェネの、対策室あるなら行こうと思って、で、電話したんですよね。私、雑誌ロスジェネっていうのをね、作ったね、編集員の増山って言うんだけど、会ってもらえないかなって言ったら、あ、はい、かしこまりました、みたいな感じで、すぐ会ってくださいました。やっぱり行ってみるもんだと思います。皆さん、ロスジェネの皆さん、今私たちロスジェネ世代のために使えるお金が、1344億円あります。これを一人でも多くのロストジェネレーションが輝ける。そして希望を持てる。安心して暮らせる。安心して老いていける。安心して子育てできる。そういったね、このままでは孤独老人まっしぐらという中年に差し掛かっている私たちですけれども、私たちの世代の安心を取り戻すために、使ってほしいなと。結構いい支援策もあります。具体的にこの予算、今のところ何に使われる予定なのかということをちょっと言ってみたいと思います。ごちゃごちゃしてますか？ですね、今日、ここで言ってみましょうね。教育即効性のあるカレント教育。これにこの予算の半分が使われる予定になっています。スタディ714億円が、教育、視覚、建築、ライブ配信のノウハウ、林業、車、地方、再生、女性支援といった中で資格を取ったり、具体的なスキルを学ぶことの、そのための支援が半額取られています。そして、実際にそれを、実施してみるという、企業に対してのケアだったりとか、引きこもり対策だったりとか、
ここに600億円ほどの予算がついていて、あとはなんかちょっとぼんやりしていて、一人一人と、具体的に、活用できるためにとか、なんかこう具体的になってない感じの予算がちょこちょこちょことあります。ということはですね、今私たちが声を上げて、ここに予算を当てたらいいんじゃないのっていうことを言ったら、それが実現できる可能性が結構あるんじゃないかなと思うんですね。で、いつも社会運動っていうのは、安倍反対とか、与党反対とか、逆に野党反対とか、野党反対はあんまりないかな。あ、でもあるんですね。なんかそういうふうに何かに反対する運動というのが多いわけなんですけれども、もう一度言います。今、ロスジェネのために使える予算っていうのが、まあ、これは他の、業界、事業全体のロスジェネ対象ではないものも含めた細かい就職の支援であるとか、そういった、予算額全体を合計額を書いているということになるんですけれども、この、1344億円があるわけです。で、これをどうやって使うかをみんなと一緒に考えていきましょう。なんかワクワクする。ロストジェネレーション人口1700万人います。1700万人います。で、これみんなで分けたらいくらになるかなって考えました。意外と少ないですね。8000円で終わっちゃうので、まあ、ベーシックインカムでみんなで分けようっていうと8000円で終わっちゃうので、なんかそれを、よりよく、活かすような形で配ったらいいのかなとか。で、逆にこの非正規雇用の方は4割いらっしゃいますからね。この4割だけに配ったら1万9000円っていう、なんかポイント、結構多めのポイントかなみたいな。でもね、上げておしまいとかいうだけじゃなくて、引き出すとか、その、クオリティオブライフが上がるとか、なんかそういうところにうまく、活用してほしいなと思うわけです。で、目標は、この事業をもとに、正規雇用を30万人増やすということが内閣府の目標だそうです。で、ここでですね、提案していけるといいですね。提案するんですよ。提案するんです。で、ですね、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。増山玲奈 YouTube チャンネル、年内1万人登録者を、目指そうということでやっておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。1万人チャンネル登録が超えたところから、世界が変わってきます。具体的には、スマホ1個で生きていけるようになります。ので、身軽に、行きたいんで、みんなの希望の星となるような、応援すると具体的にみんなの年収が増えるアーティストなんで、そうそういないですよ。ベーシックインカムは増山玲奈と一緒に実現しましょう。それでですね、何か言うかというと、正規30万人増やすと言っています。実際に、関西で、正規雇用、ロストジェネレーション世代、就職氷河期だけを対象とした正規雇用に、何百人もの応募があったっていうのがありましたね。宝塚でまずあって、で、その後も、ロスジェネ世代に対する正規雇用をすると、その枠を、はるかに超える、応募があって、この実際に、年がだんだん重なってきてるわけだけれども、労働条件が悪い仕事しかないんだなということがわかります。ですので、この正規雇用を30万人増やすっていうのは、なるほどなと思います。そして、まあ、同時にですね、私自身は正規雇用とか全く関係ない生き方をしてきまして、最近は、大手の、企業様や公益社団法人様や、文科省様や、いろんな、団体や組織との仕事をさせていただいているんですけれども、基本的には就職氷河期、就職活動したけど受からなかったっていうことよりも、もう芸大在学中からもアーティスト以外考えてなかったんで、私ちょっと就職氷河期世代にしては、なかなか平均点じゃない生き方をしてきているんですけれども、だからこそ分かることというのは、これから半分の仕事は、ロボットがやることになるわけですから、その後人間が何の仕事をするのと。
ただでさえ非正規、条件の悪い仕事しかない。そしてこれからは産業革命、ロボット産業革命がありますから、さらに仕事は減っていく。そういったところで新しい仕事を生み出す方に、この、ロストジェネレーションのこのプロジェクトも向く必要があると思います。今ある企業はこのままでは生き延びられません。ですので、このロスジェネの、かつてないこの大きなこの支援の取り組みからですね、今後本当に使える、活用、輝ける人材の、育て方、生かし方、ということを見つめる機会になったらいいと思います。逆転の発想です。今まで引きこもりニート、そういった方々、正規ではないと価値がないみたいな考え方がたくさんあったけど、こうやって社会がロスジェネに注目している今、価値観の転換を、するチャンスだと思ってます。劣等感があると思うんです。ロストジェネレーションで、しかも正規大手に勤めてない方って、私もなんですけど、大変、劣等感みたいなものがもともとあったり、自分が自分であることが、自分って幸せになっていいのかなみたいな、そういった思いがある方がいっぱいいると思います。で、結婚がなかなかお金のことを将来のことを考えるとできないとか、長く一人できたから、こう、そもそも恋愛する勇気がないとか、女性も男性もね、35を超えるとなかなか婚活も難しいとか、あると思うんだけど、そこ価値観の転換っていうことをこのロストジェネレーション就職氷河期世代支援予算1344億円内閣府がこの支援に活用するというふうにもう公言してる今社会全体が一人一人のロスジェネに対しての自己責任論でお前が悪いんだとかあなたの努力が足りなかったから正社員になれなかったんだとかいうことで押し付けるのでもなくそしてそのゴールっていうのを正社員になればそれでおしまいっていうのでもなく、第三の道みたいなものを考えるきっかけになったらいいなって思ってます。もちろん正規で雇って安定して雇われるんであれば、それが良い。で、それができるための、日本企業の、安定した発展ができる企業的体力みたいなものも同時に、つけないと、いずれにしても社会全体がまずいとも思うんですが、公務員とかも正規でちゃんとロスジェネを採用してほしいと思います。で、ロスジェネというのは30代から45ぐらいのこの、世代になりまして、就職氷河期、大学卒業しても団塊ジュニア、人数が多く1700万人いたので、就職がなかなか正規の雇用につかないまま、派遣、そういった非正規で来た方が多い世代になります。で、男性が1割非正規、女性は、全体では4割非正規。というのは、じゃあ女性がどれだけ非正規が多いのって、ほとんど非正規なんじゃないのというね、そういった状況になります。年収200万円だと月9万円の収入です。9万円の収入でどうやって安定して生きていけるんでしょうか。地方であればまだいけるかもしれないけど、東京で9万円ってかなり厳しい。こうなったらですね、この予算のお金っていうことだけじゃなく、空き家活用、ロスジェネに家賃を安く、もしくは公団みたいな形で、政府がお金を出してですね、いきなり45万、50万、60万の収入、100万円の収入、なかなか難しい。そしたら、住む費用ですね、この家賃を抑える、光熱費を抑える、そういった意味で空き家の活用していくと、お金だけでは見えない、正規という言葉だけに戻らされない、みんなが、暮らしを楽しめる、クオリティオブライフを上げるということにつながるんじゃないでしょうか。そういったことも提案できたらいいななんて思っています。そして今後どうなるのか。
この家賃9万円、年収200万円で年金2000万円貯められますかという問題あります。私たちが、もらう年金、10年に30%受給額が減っていくと、マクロ経済スライドで減っていくと言われています。つまり20年後、このもらう世代ですね、40代で考えると、今、厚生年金14万円が、10年後に9.8万円になり、そして、さらに10年後に6.9万円になるってことですね。そもそもこの時に円の価値どのぐらいっていう問題もありますが、まあ、今の形で言ってもこれだけの状況になるわけです。月9万円でも大変だったのが、月6.9万円で生きていけますかって、体力が起きて生きていけますかと。こういった時に、生活困窮者が大量に生まれるという状況が考えられます。今、ロストジェネレーションのその世代を支えてくださっているのは、団塊世代である私たちの親の、世代が、貯めた貯金や実家や、そういったものの中で多くの方々が生きています。でも、お父さん、お母さんはいつか亡くなります。なので、介護をして、送りていくという仕事もありつつ、そして自分たちで生きていかなければなりません。生きていけるのかなって、本当に生きていけるのかなって心配になります。でも心配になって自己責任だ、自分が悪いんだと落ち込んで、孤立していくのはもうやめましょう。みんなで一緒に考えましょう。そういったイベントをやっていきたいです。具体的に何をやるかを言います。はい、11月、9日。それで私が言いたいことはですね、このベーシックインカムをこのロストジェネレーション世代から始めてほしいなっていうことを言いたいです。1344億円だとちょっと足りないんでね、もうちょっと予算を増やしてですね、ベーシックインカムをスタートしてほしい。全員にまずっていうのが難しければ、特に女性であるとか非正規雇用であるとか、ロストジェネレーション世代であって、なかなか生かされなかった、特に困窮されている方からで構わない。とにかく一回ある程度の、規模でですね、ベーシックインカムをやって、そこで才能が引き出されて、良い仕事ができて、クオリティオブライフ、そして本人の、こう、一人一人が感じる自己肯定感、ハッピー感、それが社会に好循環、消費を促すのか、ということを、まず調べていく必要があると思います。絶好のチャンスじゃないですか。いつ、どうやって調べていくのかって、各地方からかなと思ったんだけど、今このロストジェネレーションっていう言葉がこれだけ、就職氷河期という言葉が今朝の、NHK のニュースでも言われてた。だから今がチャンスです。今がチャンスです。このチャンスを逃すと、日本人ってどこまで行っても怒らないんだなみたいな感じで、本当になかったことにされて、あれ、なんか本当に生活水準がどんどん下がってる、でもこんなもんかなみたいな感じになりますよ。本当になりますよ。ですので、私はぜひ、これ、ロストジェネレーション、ベーシックインカムっていうのを訴えていきたいと思ってます。で、ぜひですね、一緒に訴えていきましょう。イベントやります。11月9日、駒澤大学で、ベーシックインカム、日本ベーシックインカム学会の、研究会があります。私、増山玲奈もロシアで取材してきた、ロシアのベーシックインカムの実情を、発表させていただくことになっています。2時からです。懇親会、まだギリギリ間に合うかな。ちょっと、調べてみてください。で、11月14日は昼間、名古屋に行きます。名古屋に行きます。名古屋、昼、今、上映もう一個やるということで、場所を設定中です。また18時からは、クラブマーゴというクラブで、ベーシックインカムの映画の上映会と、増山玲奈監督とトークしようというイベントをやります。11月24日日曜日、東京の日野のプラントで、こちら2時半から全国のロストジェネレーション世代が集まってですね、オンラインもつなぎまして、全国でこのベーシックインカム、就職氷河期、どんな体験をしたかという、体験シェア会をやります。
ぜひ皆さんの体験を、寄せてください。お寄せください。増山玲奈にメールいただいたり、ツイッターやっていただいたりしても嬉しいです。そして、多分11月29日、29日だったかな ?29 日。はい。内閣にアクションということで、ロスジェネ支援室に行って、どんな政策で、1344億円をどう活用したら最もロスジェネがハッピーになるのかって。そして、ロスジェネを正規に、採用していただく企業の皆様でもですね、こういったサポートがあれば、より就職してもらいたくなるなとか、いろんな声を寄せて、みんなでこの支援策を考えていく機会を作りましょう。五十嵐さんと言います、この就職氷河期世代の支援対策室の、五十嵐さんに会いに行きましょう。24日のイベントで集まった声を報告書を持っていく予定です。また日程や時間決まったら連絡します。みんなさん一緒に行きましょう。あとですね、もう一つお願いがあります。じゃん。ですね、じゃん。この創作的私のスタジオがどんどん創作的になって、パッといろいろ書けるように変化しています。ハッシュタグ、就職ロスジェネに BI。ハッシュタグ、ロスジェネに BI を、これわかりにくいよという方は、就職氷河期長いな世代にベーシックインカム、これをですねつけて、ハッシュタグでつぶやいてほしいんですね。どっちにするか決めてよねって、まあそうなんですけど、ちょっとどっちがいいと思いますか。皆さん、全国の皆さん、この就職氷河期、30代中盤から、40代半ばの皆さん、ですね、どんな風な人生を送ってきて、そして何に困っているか、どういった支援策があれば自分たちはより幸せになるのか、そういったことを、生の声を内閣府に届けましょう。だってさ、安倍様たちは、こう、主婦が25万円でみんな50万円もらってる、それが普通だと思ってるんでしょ?だとしたらですね、やっぱり私たち庶民の思いっていうとか、具体的に何が困ってるとか、どうすればいいかっていう生の声が届いてないと思いますよ。ですので、うるふらさん、こんにちは、こんばんはです。見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございます。なんですよ。なので皆さんそういった声を集めて届けるアクションしていきましょう。なんかチェン、なんかこう署名のページあるよね。チェンジ。で、それも作ってみようかなっていうふうに思ってるんですけれども、一歩一歩やっていきます。毎日 YouTube も更新していきます。ぜひ皆さん、登録済みです。古村様ありがとうございます。で、今ね、スーパーチャットっていうのをやっと登録ができたんだけど、まだ、使いこなせてなくて、もうちょっと待ってください。ではですね、皆さんまたお会いしましょう。皆さん、お声が何かありますか?大丈夫でしょうか。そういった提案ができるようなセンスやスキルを持った人を育てるような授業ってないかな。そう、斉藤さん、そこ、私もそこすごく思って、で、思いました。なんていうか、今あるお金をもらっても使って終わっちゃうじゃん。だから、継続的にお金を生み出せる人になる。ためには、どういったスキルが必要なんですかっていう時のゴールって、今ある、大企業の正社員になる。まあ、これもともと、即効性がある。人が足りない部門に、ロスジェネを、雇用しようっていうことなんで、大企業って感じではないけどね。いいテンション。そう、斉藤さん、いいテンション。そう、いいテンション。このいいテンション、いい調子。調子いいみたいな。この感じ。おーい、ロスジェネの皆さん、調子いいとか思ったことありますか?りなちゃん、いつもあるんだよね。だからちょっと私変わったロスジェネなんだけど、でも変わったからこそ、
その体験を生かせると思うんですよ。で、ここだけの話、うちの娘の、中学校のお芝居が初めてですね、都大会に行くことになったんですよね、演劇部で。で、今日はすごいそれで喜んでて、で、なんか育てるっていいなとか思って、で、そのストッパーを壊して、もっとやっちゃえみたいな、そういう我が家だなんで、で、なんかすごい生き生きしてて、そうやって生き生きした場に、そのロスジェネの人たちがいたことあったのかなっていうことを思って、で、まず、ぜひね、就職氷河期支援対策室の先生、都大会って、そうなんですよ、ウルプラさん、都大会にね、愛車が行くんです。愛車の主演の演劇が行くんですよ。なんかそういった場を作るということを、ぜひこの就職氷河期対策支援室に、増山玲奈さんをですね、そう、初期ロスジェネ、編集委員だしね。やっぱりこう、アドバイザーとして雇用してもらってですね、私のベーシックインカムになったらいいなって。私利私欲じゃんって。いやー、でも私利私欲でいいんですよ。皆さん。何のために社会運動するんですか？正義ですか？何ですか？違うよ。やっぱり、自分の人生のハッピーをつかむためだと思うんだよね。なんか自己犠牲みたいなことあるけど、もう十分日本人うさぎ小屋みたいなところ住んでるし、十分残業もしてるし、十分幸せも諦めてる。もう我慢するのやめませんかって。みんなで一緒に幸せになりに行きましょう。行きましょう。みんなでストッパーを壊す。いただきました。そう、愛者さん素晴らしい、本当すごい、おすごい面白い。なんか私、ね、仕事してるとさ、なんか部屋に来てさ、なんか今日のあったこと、話してくれるんだけどさ、演劇部の友達と帰り道歩いてて、なんかもう毎日コントみたいのを作りながら歩いてるらしくて、今日のコントはこういうのっていうね、今日はなんか、風で、カツラが飛んだ先生の話をコントにしてたけど、なんだったっけ？なんかね、何かとちっちゃくまとまりすぎ、何かとちっちゃくまとまりすぎ、もう3回言う、何かとちっちゃくまとまりすぎなのもやめませんか？ねえ、これからそういったまとまり、ちっちゃくまとまりすぎな、その空気読むの、空気の方は、ロボットが仕事をしてくださるんで、だからですね、私たちは一人一人の中にある創造性、コントを作りながら歩いてる、そう。歩くコント師なんだけど、愛車が面白いんだけど、なんか、そういったワクワクして、あ、こんなこと本当はやってみたかったんですよ、みたいな、そういうことを言い合える場みたいなものをもっと作った方がいいんじゃないかな。ちょっと話が飛んだかもしれない。でもね、今のところの、この四角いね、対策室の一つ一つはいい企画ある。これは私も受けたいね。受けたいね。このキャリアアップ、就職に向けたリカレント教育。特にね、これね、今日、ライブ配信等の、もあったよ。なんか、成長分野を支える情報技術人材育成拠点の形成とかね。あと、どこかにね、オンライン配信等の短期リカレント教育講座の提供。これ、放送大学の、これ私受けたい。私、ロスジェなんで、なんか10年企業に勤めてないとダメみたいなのあったんだけど、そういうのやめてもらえません？そういうのができないからロスジェなんですから、差別しないでもらえません？私も受けたいんですけど、こういうの。で、何かこういった、皆さんもぜひね、見ていただきたい。これ載ってるんかな？私のちょっと Facebook にスキャンして載せるね。あのね、載せるね。YouTube に載せるね。見てね。で、これで、何がいい？どうすればいい？みたいな。私たちのこの就職氷河期の支援対策を、とりあえずやりました、みたいなことだけに使ったらダメじゃないですか。なので、皆さんぜひ、イベントに、来ていただいて、全国から声をお寄せいただいて、差別しないで、そう。差別しないで、排除しないでください。どうも。じゃあ、皆さん、いい夢を見ていただいて、また、毎日、ライブ配信しますので、チャンネル登録もしていただいて、
応援お願いいたします。ポルカでですね、この内閣府に就職、氷河期、支援対策室にですね、この声を届けるアクションに向けての、交通費のサポートのこともね書いてますので、ぜひね皆さんポチッと応援お願いいたします。じゃあね、おやすみなさい。また会いましょう。みんなで幸せになりに行きましょう。ね。じゃあね。